をつけれ、おはようございます。やらんのかい。夏が終わりますね。うん、8月31日だからね。宿題終わりました？宿題終わりました。夏休みが終わりますね。うん、同じこと言って今何編集点編集点作った宿題の話カット。オラの夏休みは？オラの夏休みまだ終わってないよ。お、生配信で やると思ってクリアしたいから。あ、そっか。そう、自分の夜ではやってないんだ。なるほどね。さうさうさう。私夏祭り楽しんだんだ。これ何？思い出の夏の思い出。これ夏の思い出すごくない？夏の思い出多くない？夏の思い出萌えんごとデートしたんごよ。すごくない？あ、なんか知ってるよ、夏祭りやってたの。そう、浴衣、萌え氏に浴衣着せたくて。やばいよね、なんか。え、これ愛ちゃんすごいよく撮れてんね。それ愛ちゃん浴衣着てるやつ。これめっちゃ上手。ジンベエバージョンの愛ちゃんと。あ、ジンベエバージョンの愛ちゃんいいね。これ浴衣ブーゼン。あ、彼女だこれ。そう、彼女。もう超絶彼女だねこれ。すごいよね。彼女じゃないとさ、これ撮れないじゃん。萌え氏もさ、お写真うまいしさ。ね、私も女の子撮るの好きだからさ。うわ、彼女と夏祭りナウに使っていいよって感じ。いいよねそれめちゃくちゃいいよ。そう、これをね、セカンドショットさんに飾ろうと思って持って帰ってきたの。多すぎない？多くない？いっぱい撮っちゃってて、プレゼントするのが2枚とか、なんかすごいそんぐらいだったから。え、そ取りすぎじゃない？ あまりはもらいました。いや、もう今お客さんみんな思ってるよ。いや、俺らにくれやって別に余ったんやったらくれやって。余ったんやったらくれやって思ってるよ。しかもさ、なんか映りがさ、少し例えば暗いとかさ、うん、コントラスト上げすぎとかなってもいいからくれやって思ってるよこれはぜひピクシスとの合同イベントの時に ね、 あ、展示していただいて。確かに、うん、2人の夏の思い出を。え、ツイッターも見たもん。なんか萌え氏が、うん、もうかこうシャー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 見たから、もうあれだって単純に本当にえーってなった彼とデート状態ってなった。いいでしょう。すごいいいと思う。超可愛かったんだ。めちゃめちゃ良かった。愛ちゃんちゃんとジンベエと浴衣で雰囲気変わってたね。うん、こうな髪型も違ったもんね。そう、髪型も変えたの。うん、めちゃくちゃいいアクティブで見る愛之助とは大違いあれ浴衣着た？今年着てない。あ、着てないか。浴衣着てないね。うん、浴衣ってあんま着ないでしょ。浴衣着る？ね、頻繁には着ないけれども。うん、ぴょんちゃんの浴衣って全然見たことないかも。そうだね、写真集も袴だったしね。そっか、浴衣って着ないね。確かに、うん、浴衣、浴衣なんかモダンな浴衣とかレトロなやつ似合う。なんかこう、なんだっけ、大正ロマンみたいな、うんうん、すごい。でも、なんだっけ、着物のさ、こう散策とか前言ってたけど、うん、その時もすごい言われるもん、うん、金髪の方に合わせることのが多いんですよって。外国人の観光客の方がね、はいはいはい、着物とか浴衣の着付けのやっぱお店に行くことが多いんだって、うんうんうん、こうやっぱ日本の方よりも外国人の方が観光で来てくれることが多いから、うん、私がその金髪でちょっと和服に合うんですかねって言ってたら、その話してくれた。そうなんだ。金髪に似合わせるのなんて私たちは慣れてますよって、頼もしい。そうそう、だからもう外国人さん意外とこういう色似合うんだっていうのとかいっぱいやってるから、金髪の方はみたいな感じでこうやってくれる。いいね。そう、めっちゃ嬉しいから着てみたいけどね。でも着てみたいです。着たいです。はい、はい、そういう要望もありまして、あゆみとはるかの2年組青春アクティブ。ねえねえ、スリクト君が今日服がすごいいい服着てる。今日の質問2つになっちゃったね。好きに生きたらいいと思います。確かに今見てる人もいっぱいやってるかも。インスタインスタやってるもんね、うちはもね。フォローしてね、うん、ということで今日も部活動スタートです。あいみとはるかの2年 A 組青春アクティブ。プリント配ります。配ってください。2年 A 組ラウール、ありがとう。ありがとう、ラウール。あいみんぴょんさん、ディース。ディース。ラウールの呼び捨てはアクティブでは治りません、はい。この前の僕の推し芸人であるかまいたちをようやく生で見ることができました。おお、
いいね、かまいたち。YouTube やテレビでは毎日必ず目にしていたのですが、実際に生で見る濱家さんのデカさにめちゃくちゃ興奮しました。背が高いもんね。お二人は推しや好きなタレントさんを初めて見た時のこと覚えてますか？推しね。でもバンプのライブとか行った時はやっぱね、あ、初めて行った時本当に存在するんだってなった。うわ、もうすごいなんかあの、若い頃の握手会にいるオタクみたいそう本当に同じ時代に生きてる人なんだ。でもそこにいるんだって思うもんね、うん、確かに、うん、結構こういう瞬間あると思うけど。確かに、うん、ぴょんちゃんも有名なエピソードがありますもんね。え、修学旅行の3日目サボって小池てっぺんの握手会に行ったこと？そうあ、確かに、そうそうそう、これは確かに結構話してるね、中3でね、うん、もう1回推しに会ってるから、うん、握手してるから。いや、いいね、うん、やっぱ会える時に会うべきだよ。そうだよ、推せる時に推した方がいいって絶対、うん、そう、会えなく、確かに会えなくなる時も来るんだから。来るんだからね、うん、確かに今もさ、接近戦できないじゃないですか。そうだよね、どうなるか分からんし、うん、まあ、かまいたち、芸人さんも最高よ。もう最前列で初めて見たノンスタイルさんはすごかったもう本当に迫力が、うん、じゃあ本当にいろんなものにちゃんとハマるよね、うん、ハマる。吉本プレミアム会員だから。吉本プレミアム会員って何？うん、先にチケットを取れる。本当はファンクラブみたいな。ファンクラブ、うーん、遊びストア会員みたいなもんかな。なんていうのかな。だかチケットセカンドショットチャンネル会員みたいな。だからなんかチケットがこの人たちが先に取れるよっていうのがよくあるじゃない。そういう感じ。そうそうそう。だから吉本のこうなんか見たいイベントがあるのに、このプレミアム会員でね、先に先着しちゃったらもう見れないじゃん。うん、だからね。どうしても見たくて。だってノンスタイル人気なんだもん。うん、私うちは持ってったんだけど、これなんか私が変なんじゃなくて、なんかノンスタのこうなんかライブとか結構そうなのよ。あ、アイドルみたいな感じなんだ。アイドルみたいになんか高校生くらいの、私より結構若めな女の子たちが、うん、本当になんか結構アイドル追っかけみたいなうちは持ってる子もいて、うんうん、石田さんばっかりでももうそれがなんかノンスタイルファンのなんか愛し方って感じ。 それも含めて、そう、なんか井上こっち見んなみたいなとか一つのこうボケみたいな、多分もうそういう愛し方みたいな。 なるほどね。そういうのあると逆に井上さんファンさせてくれたりするか、逆になんかお作法的なとこあるみたいな、そうみたいな感じのとか。え、それってさ、芸人さんってさ、それぞれのファンクラブはないの？ある。あ、でもないこともあるよ。だってノンスタできたの最近だし。そうなんだ。今さらファンクラブっていう名前ができたんだよ今さらファンクラブ。そう、私500人以内に入ってクリアファイルもらっちゃった会員ナンバー500以内ってすごくない？やだってもう10万ぐらいフォロワーさん、もっと100万ぐらいか、うん、石田さんはいるのにじゃ、うん、そのうちの500人以内に入るのって多くない、うん、私戦争したもん。すごいファンクラブ開設の偉いね。400何十何だったからギリギリ。ギリギリだ。いや、すごい。すごいでしょ？うん。推しに会った話ならいくらでもできる。会いに行くもんね、積極的にね。行くー。いやー。ね、また会えるね、時が来たいですよね。ほんとそれ。終わり。ごめんなさい。ふつおた終わりです。バイバイ。皆さん、いっぱい読みたいのでいっぱい送ってきてください。はい。メールアドレスはあいみハイフンはるかアットマークセカンドショット .jp で。何がいい？え？何がいい？そうだな、うちわみたいな。あー、いいね。うん、うちわみたいな感じで出ております。はい、たくさんのメールお待ちしております。2年 A 組青春アクティブ、ありがとう MVP のおもちゃたち。あということで、セカンドショットフェス MVP の賞金で買ったおもちゃに感謝の気持ちを込めて最後の一つまで遊びまくるコーナーです、はい、今回は大人気アクションゲームクラッシュバンディクぶっ飛び三段盛りボーナスエディションをプレイしたいと思います。やったー、まあ、前回ねボスも倒してもうイケイケ状態ですから、うん、私たち最高の仕上がりを見せております。はい、それでは始めていきましょう、はい、イエーイ、イエーイ、さあ次のステージってことだよね。そう、次のステージこれなのかな。このだけのリパールーっていうボスを倒した、倒しまして、ボス倒した、ボス倒してトカゲで大ジャンプ、はい、行ってみたいと思います。すごいよね、もう面も移動したよ、うん、クリアしちゃうってすごいよ。もうぶっ飛び三段盛りだからかなり長いで先は。
あのリンゴゾーン何？どっちに行くのが正解？あれ見て、ウンババいるじゃん。奥行きなよ。あ、奥どうやって行くの？奥って。あ、行けるんだ。あれ？これすごくない？こっちの一キャップも取れ。あれ？本当だ。どうやって取れ？長押しで取れ。あれ？うん。あ、なんかギミックがあるんだ。ギミック？ね、これスライディングってありましたっけ？あ、ジャンプとスピンだけ？あ、何？何？いや、今何が起こったの今？確認確認。確認ね、どれぐらいで落ちるのかなっていう感じ、ね、そう大事大事。確認どれぐらいの感覚で落ちる落ちないっていうのがやっぱね、分かっとかないと。トカゲで、あ、トカゲいる。トカゲで大ジャンプ。トカゲかわいい。トカゲかわいいね。やっぱ爬虫類かわいいですから。超かわいいね。これ奥もいけるんだ。すごい、なんか奥行きが出てきたね。ここ3キアップあるよ。すっげえ。なんか右も左もあるよ。えっ、いけるの？いない、いけない。いけそうでいけないわ。うーん、おー。いけそうでいけない。これタイミング見なきゃいけないみたい。オッケーオッケー。でも結構さ、ここで何キャップも落ちる。危ない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 。生きてる生きてる。危ない危ない。生きてる。スピン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 やってないよ今。今ジャンプしてたけど。ジャンプスピン。いけジャンプ。そっか、スライディングできないのか。せっかく RTA ジャパン見たのにな。やってた。やってたよ。あら。なんでなんでもうダメだ。よっこい、ちょっと。これが出る壁だから。ここに置いて。あ、上から踏むのはなしなのか。上から踏めてない。踏めてない。今のでもダメ。踏めてただろうが。ねえ、絶対踏めてたよ。危ない。いつもギリギリなんだよ、手前が。で、この出てる時にここまで来てて、見て、あーいと。そうなんだね。ここ乗れる。乗れる。次がもう乗れない。これが乗れない。乗れるけど一瞬。はい。あー、惜しい。あ、でも分かった。もう5匹しか来ない。今見た最後まで。5匹しか来ないから何なの？コウモリが5匹しか来ないから、手前で立ってたら勝手に通り過ぎる、コウモリは。なるほど。慎重に踏む。あ、いけた。イエーイ。リンゴ取っとこうね。リンゴね、これだってもう100で1匹アップするから。らしいな。それは学んだぞ。ね、取った方がいいんだね。あれ？ここ。ここ。ウンババさんキラキラしてんな。怖っ。あ、ナイスナイス。あ、ここで止まってて。待って。ほら、オッケーオッケー。ここ引きの子じゃないわ。ああ。かなり来る。あ、これもしかして終わりなき？今無敵だって。なんで？終わった。何が無敵だったの？ウンババもう一個取ったんだって。へえ。チェックポイント、チェックポイント。やばい。絶対落ちないで。これどうやっていくの？これどうやっていくの？これどうやっていくの？今。いや待って。今。そう。わーい。イエーイ。天才じゃん。いや今日進めちゃうな。あれは何？ねえ、なんかおじいさんのアカウントとアカウントじゃない。なんか右上おじいさん撮った。何あれ？おじいさんのアカウントを取りに行く？右上におじいさんアカウントある。この下の丸太は落ちる？落ちないんじゃない？あれは滑るとか？なんかめっちゃキモい動き。あ、落ちないね。わ、おじいさんのアカウント取れないんだ。ずるい。あの透明なのはなんで取れないの？なんでクラッシュ？あ、取れた。うわー、やだ。でも愛ちゃんここまで来れてるからすごいよ。これ絶対大群来る。ほらー、やっぱ分かってきたよ、コウモリ。あいつがいるときは来るんだよね。分かったよ、もう。え、これやばくない？ジャンプしたらコウモリに当たるじゃん。そうだよ。いいね。
これだって立ってるだけじゃ当たんないんだね。ジャンプしたら当たるっていうだけだ。楽勝すぎる。これ何？これは多分あ、いいいいよ。あ、リンゴは取らなくていいよ、もう危ないもん。うわあ、上に。あ、そういうこと。あそこから行けるじゃん。じゃあバンディクこっちに乗ってこっちにあっちにあっちに乗ったらいけるってことでしょ。あー、そういうことか。上乗れるのか、あれ。あれ、うまくない？うまー。ちょっと、行かないのタイミングむずない？これ、今今今すごい。あー取った意味ないじゃん取った意味ないじゃんまあ、確認距離感おかしいもん。距離感の確認、距離感の確認は私は水に一回落ちないとできないっぽいわ。これなんでオリジナル取れないのね。なんかえ向こう側落ちた。向こう側落ちた。うーん、やだ、私も新しいとこ行きたい無理だ、やだ無理、あの丸太のところ。まだチェックポイント1個だよ。死な急に強気でも強気の方がいいステージもあるよ。何今の。え、何今の技。ウンババさんついてた。あんなにあんなに倒せるんだコウモリね。ウンババさん強。上いる。え、なんか影あるね。うん、え、取る。やめた方がいいって大橋さんが。もう教頭がやめた方がいいって言ってるから。一回進もう。行け。あのトカゲ、じゃあここジャンプしまだだよ。コウモリ来るからね。うまっ。どう。うわ、すごい。いいじゃん。ボーナスステージ行けそう。降りて降りて。はあ、怖い怖い。あ、チェックポイント。チェックポイント？取って。行って、私は多分無理。トリーノ気をつけて、まだ落ち着いて。もう一回待って、もう一回待とう、もう一回待とう。チェックポイントだからこれを。あ、ここ大丈夫だ。え、ここが長押しだよ。きっと長押しだ。あーあー、やったー、すごーい、クリアクリアした。もうちょっと痛いまだあるって。やる、どうぞ。いくわ。うーい、うーいよ、かわいい。ジャンプしてるトカゲちゃん、ね、おじいさん、これ取れないやつや。また取れない。これどうすんの。あ、そういうこと。わかった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 。迷わず進めろ。あれさ、トカゲに乗ればさ、上ジャンプできるんじゃない、もしかして。終わりだ。できない。終わりだ。待って。うん、待つか。あ、すごい。あれ、ほんとだ。え、背泳ぎでは早く行ってくれないとね。これはどうしてるんだ。あ、これはもう、あのなんか木の棒くるくるの悪夢みたいな。これもしかして上？上じゃない？え、やだー。いやでもね、これ。あ、でも散々やったからね。散々やったからね。待って。いいね。危ない危ない危ない。だってくるくるないからね。その分楽ですよ。確かに。乗ってよクラッシュ。大丈夫そう？それくらい乗ってくれない？これいつ行くの？長押しじゃん。今。おお、そういうのは早く行ってくれないと。これは諦めるかな安牌でね。安牌でいきます。え、この中にあれ入ってたりするかな。あーあー、うーん、ちょっと、あーやろう。わ、マジかジャンプジャンプこれ1段目乗れないじゃん。1段目すらない。危ない。そっちが落ちるよ。こういうのは勢いよ。
でも意外と、そう勢いよ落ちく勢いよく落ちるっていう勢いよね、あぶね、勢いよ、もう出る瞬間にもジャンプしちゃうね、あ、ほんとだ、これも結構早め、ここ、こうよ、いいよ、あのびっくりは何、これ何すんの、これなんでクラッシュの鼻が長すぎる、あのびっくり取るとスタートの壁なくなるって、そうなん、うん、スタートまで戻るんすか、戻らない方がいい、絶対嫌だよ、うん、絶対嫌だ、クラッシュのせいで落ちたのに、鼻がブルブルブルって落ちたのにさ、あなたのせいだから、落ちない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 から、あーもうやっぱりやめたかもしれない、4キャッチないからね、そうね、これは早めじゃん、そうなんです、これもそう、いいよ、結構一緒で、こっちを覚えて、あーやめたー、待って、どうしたらいい、どうしたらいい、もう一回やったけど、うん、あそこ考えたら、もう一回やっ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 たら、ここ早送りじゃん、もうゲーム実況だったら早送りだよ、うん、落ちすぎ、ピーンってなる、うん、3時間後ピーンって言って、もう落ちるとこだけ永遠にズザーズザー、調子は良さそうよね今日、うん、ここよっしゃー、迷わず、ね、最悪最悪最悪、上これうわ3段連続迷わず行かなきゃいけない、やばすぎやばすぎ、こんなのできなくない、そうだよね、あ、いいとこに落ちてどうすんのこれ、あー終わろう、無理かな、一回もここ無理だあー無理、いやだってあの先怖すぎない、うん、だって私たちには3個しか見えてなかったけど、わかんないもんね、あの上がどうなってるか、うん、なのにあれで失敗したら全部最初からあの高さの途中にチェックポイント作ってくれればいいのに、いやそうだよねあのビッグエンドとかハテナじゃなくてチェックポイントだったらね、あ難しかった、ありがとうございました、以上ありがとうの MVP のおもちゃたちでした、2年 A 組青春アクティブ、せーの、大橋さん今までありがとうございました、バーン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 、大橋教頭先生が辞任することになりました、あ、なんと別の学校へ行くらしいです、学校行けるんですか、女子高生好きになりすぎたのに今度あ、女子中学生なんかそうなんだって、大橋教頭がこの学校からいなくなっちゃうんですって、いなくなっちゃうんだ、だから私たちから選別のスイーツです、イエーイ、どうもねー、イエーイ、あいみとはるかの2年組青春アクティブでは皆様からのお便りをお待ちしております、皆さんの調査部のコーナー、現在は男子高生女子高生に刺さる会話の入りって何という議題に対する皆さんのご意見をお待ちしております、あーメールアドレスはここに押し打ち輪のように出ております、大橋さん一応今いるよね、まだまだいるんです、ギリでももうすぐいなくなっちゃうんだって、もう私たちはだから会えないの、会えないの、すごい見てください、女子にプレゼントかのようなものが届きましたけどね、かわいい、大橋さん桃がいいって言ったから桃になったんだよね、桃のケーキです、桃のケーキです、桃のフラペチーノです、大橋さんの代わりに一回開けときますね、じゃじゃーん、かわいい、かわいい、桃のケーキ届いた、とっても可愛い、大橋さんへの選別ですね、あとね、桃のね桃大橋さんにあの聞いた一言が桃の
ケーキです、スタバの。ねえ、かわいい、かわいい。いやー、めっちゃ美味しそうだよ、これは。美味しそうだよ。大橋さんが全部食べれます。で、私たちは抹茶ティーラテです。ぴょんちゃんはティーラテです。アールグレイティーラテー、お早めにお召し上がりくださいって書いてある。はい。へえ、すごい。うわわわ、そうかそうか、あれだ、ティーバッグが入ってるからね。おお。セカンドショットの通販では様々なグッズがお求めいただけます。アクティブのグッズもたくさん売っていますので、はい、ぜひお求めください。はい。そして、有料会員になっていただくと23時から配信するアフトークや完全版アーカイブを楽しんでいただけます。これはどうやって一人で飲めてるの。完全版アーカイブは毎回結構あります。完全版アーカイブは結構長いこともございます。そしてアクティブの通常版 YouTube でも配信されております。何度もご覧ください。アクティブのニコ生で見てコメントを楽しんだ後、ありがとうございます。 YouTube でも再生してください。再生回数が低くなるとアクティブが消滅するかもしれません。そういうこともあるので、アクティブ応援してくれてる方はぜひよろしくお願いします。スタバ飲みながら部活やる高校生っていそう。高校生っぽいね、うん。アフトークではワードウルフやります。ゆうちゃんミニーとワードウルフやります。やります。女子会。さあ、ということでね、大橋さんがいなくなっちゃうんですけれども、うん、大橋さん自体はいなくならないので。確かにね。皆さんの今後の活動、なんか渋谷で頑張るらしいですよ。だって渋谷に憧れがあるから。そうそうそう。そのために埼玉から上京してきてるから、うん、渋谷の憧れがあるから。そう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 。もしかしたらもうコロンビアじゃなくなって、うん、パタゴニアに金髪でってなってるかもしれないから。出るかもしれないよね。そう、イベントで大橋さんを見かけた方は探しても、もしかしたら見つかんないか。つかないかもしれない。でももしかしたら高西屋にコロンビアゲームで負けてこうなってるかもしれない。いやー、って言って、あのチャラそうなやつ大橋さんやったら。そうなんです。1年後ぐらいに会いに行って、うん、確かに確かめてみよう。大橋さんのね、もう渋谷の人になってるかもしれない、うん、渋谷に憧れてる。楽しみだな。楽しみですね。はい、そうなんですよ。なのでこれはね、大橋さんにプレゼントしたいと思います。今までお疲れ様でした。大橋さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、じゃあね、大橋教頭は1週間で1週間で。そう、先週ね、急いで役職をつけたんですけど、お疲れ様でした。うん、もうメールアドレスをやってくれないんだ。うん、あらら。でも大丈夫、きっと誰かがやってくれる。うん、ということでね、はい、皆さんも大橋さんありがとうのメッセージがありましたら、どしどしとどしどしとここに流してくださいって。私いつも思うけど、多分こうなんだな、ニコ生のコメント。え、そうか。うん、私いつも逆だなって思ってた。あー、そうだね、こうだね、こうだ。はい、はい、じゃあ最後に大橋さんも一緒に大きな声であれをやって終わりましょう。あ、待って、お知らせしていいですか。あ、すいません、すいません、すいません。どうぞ、ぜひ。ほんとすいません、大事なお知らせお願いします。ほんとすいません。ほんとすいません。あの声優パソコンの方がね、うん、あれ9月5日までなので、ちょっと次のアクティブだと間に合わないんで、今日最後のお知らせということで、うん、今ちょうど公式サイトではあのセリフの一覧が見られますので。そうなんです。あのクール系お姉さん、天然、元気と普通っていうのがありまして、結構な数見れますから、うん、ぜひ見てください。お願いします。はい、9月5日までなんでね、うん、これを今聞いて急いで予約してください。よろしくお願いします。ます、はい、以上です、すいません。はい、じゃあね、皆さん、うん、大橋さんの最後でしたら、みんなでいきますよ。せーの、セカンドショットフェス優勝しました。イエーイ。優勝した背方はね、予祝しといてもらわないとね。そうそうそう、確かに渋谷でも予祝しといてください。よろしくお願いします。さあ、ということで、アミとハルコ2年組青春アクティブ、次回までグッバイ青春。